ほとんど焼け落ちている。何の武器を使ったんだ。すごい木の群生ね。この泉の水をどこかに送っているのね。地下にこんな空間が。何もない。動くな。この葉隠れの忍びだ。この村の調査に来たんだ。失礼しました。お話は伺っております。近隣の波長町を守る警備隊の者です。どうぞこちらへ。その方々は。たちが村の先森と争うことは幾度もあったようですが。たあ、超うめってばよこの水。辺りの生気や営みを吸い取って。その通り。久しぶりだね二人とも。カブト。あら、相変わらず喧嘩腰だね君は。今はちょっとした研究さ。オロチマル様の細胞から僕が作り上げたもの。他の生物の細胞核を植え付け、ここの水はどうやら細胞分裂を非常に促進してくれるようだ。そして生まれる新しい。まさか若月の。村を襲ったのはお前か。逃がしはしない。暁のメンバー。東先生と早田先生。だが計らしよ。あれは楽しめそうだ。なぜ動かない。隊長、そいつに血を取られないで。分かってる。そのメロディが好きなんだね。お前変だよね。かけだもん。返して。返して。俺レオ、もうこんなプニプニブクブクだろ。家の中へ隠れて。
飛び降りて受け止めるから、さあ早く。信用できない、なら勇気を出して。頑張ったね、すごいよ。さあレオ。助けられる人たちがいるかもしれない。もし僕が戻ってこなかったら波長町へ行くんだ。できるよね。頑張って。またずいぶん太ってたな。さっきから何よ。腹がタプタプする。村の異変に気づいたのは、村はあっという間に火の海になって、急に動きが止まったりして。江戸転生という術は、生贄を器に術を扱えたのは二代目火影とオロチマルだけだと思われていましたが、さえずりについて何か知っていたり。これを持って逃げろ、絶対に他言無用だ。いえ、特には。ナルト君、ミノ。直接本人に聞いてみよう。ここには彼の遺伝子情報が眠っている。生贄もまだ生きてるしね。風邪じゃないみたいね。朝食のせいかしら。脳から様子おかしかったし。ナルト兄ちゃん修行。みんな、ナルト君は体調が。栄養もその程度か。おうし、お前ら運動能力だってばよ。まあ張り切っちゃって。面白そう。大変そう。しんどいのやだな。まずは湖までダッシュ。ああ情けねえ。だいたい陽動ってなんだよ。そんな意味も知らねえバカなのか。用されてんのか。情けねえっつってんだよ。偉そうにほざくな、死んだくせに。おめえだって似たようなもんだろうが。これでトレーニング終了。あ、いい汗かいたわ。ナルト、かっこ悪っ。みたいなデザインの爆弾ばっか作りやがって、バーカ。おめえこそ儀式がクソなげんだよ。てめえのフォローなんざいらねえんだよ、エセ芸術家野郎が。なんならてめえを呪ってやろうか。こら、ウォーミングアップは済んでるぜ。ナルト、ちょっと寝りゃ治るってばよ。クボイ、出てけ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 、おい出てけ出てけ、ダメよミナちゃん。どうしたの。出てけ出てけ出てけ、ミナ
嫌われたわね。なんかしたか俺。あんた本当に大丈夫？ちょっと見せて。いやちょっと、いや、もだえるな。じいちゃん、今朝こちらの方が我々の役場を頼られまして。おじいちゃん、だー二人ともよく無事で。ダメー、おじいちゃん、へー、江戸天聖特別なのかな。カブト、そのデブは捕らえて情報を聞き出す。あとは、死にかけの生贄じゃ限界か。ナルト、うぼい、出てけ出てけ出てけ、みんなやめなさい、出てけ出てけ出てけ、みんなみんそいつはキュービ化したナルトだ。え、もっとも影分身とも違うようだ。本物と変わらないクローンさ。ものすごいキュービのチャクラだ。ナルトくん、逃がさんぞ。楽しいことにリサーダ。やるぞ。はい。ひなた様。面白いぞ。力。なんだ？カカシ。子供たちを。ナルト君、ナルト君。
術を味わえ。さくら爆発だ。やつが儀式を行うには吸引を描かなきゃならねえ。まさか。お前のその力、螺旋丸や戦術や九尾のチャクラなんかじゃねえ。露天星の忍びが復活しないだろ。ったく世話の焼ける旦那だぜ。なんかに構ってていいのかい？ここで死ぬのか。コントロールを。力の。力のコントロール。ナルト！必ずできる。信じてるよ。お前を。壊せ世界のすべてを。ナルト、ナルト、2割を失ってる。力が強すぎて。何か次の手を打たないと。ナルト！